こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日はちょっと場所が違うんですよ。悪くなった。こんばんは。そう、トナカイさん。ありがとう、ダルマ、ありがとうございます。なんか生えてるって。ハト、ありがとうございます。ありがとう、こんばんは。そう、トナカイなの。トナカイ。めっちゃね、ふわふわしてんの。ぷにぷに。あー、ラブレターありがとうございます。こんばんは。え、なんか部屋は一緒。え、すごい、くまちゃんだ。ありがとうございます。部屋は一緒なんだけど、あれが違う。部屋の背景が違う。こんばんは。え、すごい、初めて見るこれ。ありがとうございます。またありがとうございます。こんばんは。雪だ。え、なんかさ、初めて見るやついっぱいあるんだけど。キラキラありがとうございます。星ありがとう、ありがとうございます。あ、そう、サンタさんは願い室中です。ありがとう、ありがとうございます。あ、そうそう、オーディションの時もうここを映したことある。こっちゃんの一言メッセージ動画、本当に？あれ？あれ？くじ引き？ありがとうございます。サンタさん、サンタさんもね、しますよ。今度ね。今日はしないけど。え、そういうこと来てた。あ、鹿ですか？鹿とさ、トナカイって何が違うの？よくわかんない。え、すごい。ありがとう。だるまありがとう。え、なんか、トナカイがクマを乗せてる。ありがとうございます。ハタ、ありがとう。すごい、スノードームだ。ありがとうございます。え、すごい。え、皆さんくじ引いてくださいね。引いてね。あのさ、トナカイのさ、あの個人写真みたいなやつもぜひ買ってください。なんかさ、今日前髪やばくね。こんばんは。実はあの、さっきお昼じゃない、お風呂入ったんですよ。こっちゃんの一言だけ当たらない。なんで、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 やだ。生写真予約してありがとうございます。今日ママメで送ったなんとなくのあのイメージみたいな。ガチャか。あの、あれだね、あれだね、くじ引き。そう、そんな感じ。飲み会中です。こんばんは。こんばんは。飲み会かね。11月のさ、写真、え、11月の写真、あの、実はあの、コゴも買ったんですよ。買ったんですよ。やばくないね、あれ。めっちゃさ、あの顔面やばかったんだけど。やばいよ、あの顔。ちょっとね、やばいよ。みんなどっか行かないでね。みんな買ってくれたみたい。ありがとうございます。5回引いて動画と顔絵がみがこっちゃんでした。ありがとうございます。嬉しい。みんな買ってくれましたか。なんか前髪さ、なんか絶対なんかつけた方がいい。大変なことになってる。ありがとうございます。もう当たらないから教えしますね。なんで、やだ、やめて。それはやめて。あの、推しだからこそ出てこないんだよ。なぜ自分で買うんだ。買うのだ。気になっちゃうじゃん。気になるから。加入して、あ、そうそうそう。え、そう。なんですよ。めっちゃなんか、ん？みたいなさ、なんかすごかったよね。あれ、どんな顔してたんだって。まあでも、トナカイはきっと大丈夫だと思っておきます。ね。あの、イメージのやつにさ、なってたじゃん。待ってたよね。こんばんは、こんばんは。ね、ちょっとさ、待ってて。ちょっと待っててくんない？洗濯時、こっちゃんの動画出たけど、画像が出ない。
何回引いたの皆さん。ちょっと一回さコメント止めて一旦待ってて。ただいま。ただいまなさい。こんばんは。サンタさんお姉さんです。さお姉ちゃん登場しないっては。しないって。トナカイはおトナカイすみませんダジャレ。あそういうこと？ちょっとさ前髪にさオイルつける。でもさつけたらつけたですよ、やばいことになりそう。ありがとうございます、ハート星ありがとう。 F 賞E 賞 F をコンプリート。えすごい、コンプリートってことはさ11人のやつ全部ってこと。よいしょ、変わったこれ。なんか今日変じゃない？やっぱり変なんだけど。服もトナカイ色に。あそうなんですよ、実はね気づきましたか。風呂入ったらオイルつけるよ、あの髪の毛乾かす前につけるの。で前髪はね何もやってないの。うちうん、大人僕だと本当ですか。変でも可愛いよ。あごめんな、変でもって言うな。ね、前髪可愛いって何、前髪可愛いって、ね、待って、お姉ちゃんに頼み事しよう。なんだっけ、紺色のバッグの中からあの夢の国のポーチが入ってて、その中にあの、ま、前髪を止めるやつ入ってるから持ってきて。持ってきてください、お願いします。それがないと多分ダメ。あと串を持ってきてください。自分で取ってこいとか言わない。だって取ってきたら時間かかっちゃうもん、みんなと話せなくなっちゃう。あってことで、だってそれが届いたらあのここはこれなんだろうって気づきませんでしたか。え、なんかこれ出演しないからしないから。ツリー、そう実はねツリーなんですよ。ってことでツリーを組み立てたいと思います。ってことであの今ここにいるの。ティッシュでかくね。今ね地面に座ってんの。あった、ありがとう。帰ってった、ありがとう。ね、失敗しないから。そう、今から組み立てる。そうそう、いつもと違う。ね、ってどこと、ね、串で溶かす。なんか前髪伸びたよね。そう、釣り、なんかさ、この間180センチとか言ったけどさ、150センチだった。あ、見て。これ前髪を整える。これできっといい感じになるんじゃない。ねえ、ティッシュ箱でかいって。絶対でかいねえ。だよね、なんか前髪長いよね。切るわ。150でも大きいわ、確かに。お姉ちゃんの身長ぐらい。整えない方が好き。本当に。整えちゃった。
なんか変だ。まあいいや。まあ今日は皆さんとクリスマスツリーを立てるということで、組み立てよ。今から組み立てるということで、あの開けていきますね。痛い、なんか踏んでる。あ、お昼、そうお昼、え、なんかスシローあるじゃん、スシローで、あのここめっちゃおばんちゅうさぎ好きなんだけど、そのおばんちゅうさぎとコラボしてて、で、あの行ったんですよ。で、なんかあのめっちゃ売り切れてるんだよ、あのコラボ商品が。売り切れてるっていうか完売してて、そう完売してて、それで、でもあのあるやつをたくさん食べてきました。そっか、新幹線なんかね、止まるよね。あるよあるよあるよ。じゃあ組み立てます。めっちゃでかい、この椅子が邪魔。いいじゃん。ここお寿司食べれないんだけど、あのママたちが一生懸命食べました。よくはパフェとか食べた。え、そうなの、こっちゃんが来たから完売になったの。ひどいよね。あ、見て、めっちゃでかいの、重い。え、そう、バンチウサギがね、作れるの、組み立てるだけだよ。めっちゃでかい、こんなでかい。え、そう、デザートを食べた。めっちゃでかいの、これを組み立てる。え、これどうなってんの、こうか。え、待って、やばい、でかい。大きい、住めそうやんって。さすがに住めないでしょ。でね、そのね、クリスマスツリーを今から組み立てるんだけど、それであのクリスマスツリーってさ、あのあれじゃん、クリスマスツリーってさ、かけるじゃん、でか、あのあれをクリスマスツリーってあれをかけるじゃん、あのこういうやつ、こういうやつ飾り付けつけるじゃん。それでこれ買ってきたんだけど、これ色紙なんだけどね、これのこれを、あのなんかさ、ランキングあるじゃん、ランキング順位みたいな。あ、そう、オーナメントあるじゃん。それの上位3位の人のあのアバター、ショールームのアバターと名前をここに書いて、あの穴開けて、なんか可愛くリボンとかつけて、それでクリスマスツリーにかけるっていうのをやりたくて、それで16か17日まで、その16か17日までに、16か17日までどっちかね、今のところはなんかレッスンとかわからないから、まだそこら辺までやって、あの今のね予定としては、でも多分そこはできると思うから、それであのそこまでの順位の人のやつをかけるっていうこと。何言ってるか分かんない。ありがとうございます、ハート、ありがとう、キラキラ、ありがとうございます。それでそこにねってね、集計ランキング、あ、そう15日まで。こんばんは。でもなんかその方がなんかクリスマスにかける方がいいかなと思って、
なんかさ、いっぱいさやると見えなくなっちゃうかなと思って。3人まで飾るの。ハートありがとうございます。こんばんは。ということで作っていきますね。見て、でかくない？超でかい。皆さんも一緒に、あのなんかコアだけじゃなくて一緒に参加みたいな。これでこれを置く。いっぱい、え、あんま高くないの？なんかママにあの買ってき、あのこれクリスマスツリー買わなきゃねってママが言ってて、それで僕がこれがいいって言って、あのピンクのクリスマスツリーにしました。え、そう、売ってるの。じゃーん。え、でかっ。でかい。これ絶対さ下に置いても皆さんには見えないよね。マカロニを飾るのね。マカロニで、これを引いていきます。え、どこにあったら見えるかな。こっちの端っこの方がいいかな。これいいか。これいい。時間内には無理だ。え、いけるよ、いける、絶対いける。それで8時半からにしたの。よいしょ。150cm らしい。180cm はなかった。なんか 180cm はでかすぎてやめたって言ってた。誰もありがとうございます。こうちゃん邪魔やでね。そんなこと言わないでよ。じゃあ、こくがいなかった誰が作るの。ダンボール、え、見て、え、待って、めっちゃすごい。え、これさ、でも待って待って、これなんかぶる下げたらぶる下がるタイプ、あ、上に上げたらぶる下がるやつ。待って、これどうやってやんの、ここわかんない。ね、待って、やばい、事故りそう。こんばんは。あのさ、あれ、あの日買った、あの日、あの日あのメールでさ買ったって言ったじゃん。その日に送った。服かわいい、ありがとうございます。トナカイ、トナカイ、説明書の内容で大丈夫。クレープ食べた日、え、クレープ食べた日じゃないの、クレープ食べた日じゃないの、クレープ食べた前。ホラーツリーね、ホラーツリーかわいいツリーだから、もうね、まだ失敗しないって。待って、じゃあ立つ、立ってやる。やだ、一人でやるの。待って、そう、渦巻き、渦巻き、ね、待って、どうしよう。これ一回出せばいいのかな。説明書ない。あ、できる、お姉ちゃんが手伝いに行ったけど帰った。映っちゃうから帰った。
リスマスツリーってさ、ねそんなこと言わないで。クリスマスツリーってさ、意外と組み立てるの大変なんだね。説明書が入ってない。それがね、待って、これめっちゃ大事なことに気づいた。これさ、下に置くやつじゃない？そうだよね、下に置くやつだよね。1回目にしよう、足痛い。そこには絵描いてある。やっぱ下にする土台あった。できそう違うやつからつける。あ、できた、できた、できた。グイってやるらしい。待って、よいしょ。待って、もうちょっとだ。よいしょ、よいしょ。硬い。いえ、痛い。はまった。あ、もうちょっとだ。できた、できた。土台、土台を置きます。こうやって、これでいいの？それでこれを刺します。開きます。セロハンテープを取る。取れない。これでこれをはめて、あ、こっち、こっちか。刺す。オッケー。これ意外とできる。これを上から重ねる。違う。あ、反対だ。反対だ。こうだ。これで、これを重ねる。やっと折れるよ。よし、できた。え、すごい。え、すごい。できた、できた、できた。痛いよ。で、これを、なんかついてきた。これを、そう、もう完成する。これを刺す。え、待って、だって上見えてないじゃん。高くする。ちょっと待って、オッケー。これで、あの、そうそう、葉っぱみたいなやつを広げる。え、どっから行く？一回近くしよう。やだよ、これでいいか。やだ、ダメダメダメ。オッケー、これは葉っぱを広げる。え、これでいいの？これでいい？オッケー。
ありがとうございます。クロミンと同じセリ、え、本当ですか。桜かな、桜じゃない、クリスマスツリーで、え、めっちゃ可愛くない、ピンク。パパにピンクって言ったらええー、って言われたけど一緒一緒。え、いい感じ、めっちゃいい感じなんだけど、よいしょ。え、これ一周さ全部やんないとさ、正直ツリー感はない。あるからあるから昔、え、なんか前は緑色だったツリー。え、そう、香り付け、え、じゃあ飾り付けすると可愛くなる。雑じゃないから、みんなと一緒に会話できるようにやってるの。もみの木、みんな緑、そう、緑だったの前までは。でもピンク可愛いじゃん、だからピンクにしたの今年。一緒ですよ、え、いい感じだよねえ。全然さ、みんなと会話できない。え、でもめっちゃいい感じなんだけど、めっちゃでかくね、どんどんツリー、どんどんツリーなんだけど、めっちゃ、いい感じ。え、なんか名古屋にもツリーあった、雑、全然雑にやってないよ、全然雑にやってないから。あ、あれで後ろの方は後でやっときます。これもちょっと上にしたで、え、そう、名古屋駅にあるよね、大きいの。よいしょ、壊れるよ、壊れるよ。危ない、事故った。ねえ、マジでやばいなんかいつも事故ってるんだけど。よいしょ。ねえ、これが多分うまくないかないだけ。よし、できたできた。え、もう倒れないでよ、もう倒れないでよ、絶対倒れないでよ。え、それな、事故ってもいいよね、部屋さ綺麗にしないと。じゃあ次これを組み立て、あ、組み立てじゃない、飾り付けていきたいと思います。
チャロくん来たら部屋崩壊しますので、チャロくんが来ます。待って、これどうやって開けるの。え、待って、何これ。じゃん。え、確かに星がないと。ごめん、角だけ落とす。一回出す。なんかさっきさ、キラキラしたやつ入ってたの。待って、あった。ほら見て、光るらしい。これがまず、ピンクと白のあの丸をつけたいと思います。いや、一番上は一番最後ですよ。ハートありがとうございます。ね、マカロニ食べた。食べた。これ飾ります。どこ、ここら辺。これセンス問われるくない。めっちゃ嫌だな、怖いな。センスないって言われちゃう。ここら辺いい感じ。わかんない、こことか。下でもいいのか。え、なんかめっちゃ可愛いやついろいろあったの。よし。ねえ、あそこにそれかとか言わないでよ。今んとこ大丈夫じゃん。全然大丈夫ですよ。え、いい感じだよね。下にもちゃんとつけるんだ。え、なんかめっちゃいっぱいあるの。何個あるのっていうぐらい多い。上の方に。え、めっちゃ手キロキロ。あ、見えない。え、そう、ツリーこっちゃんカラーなの。実は。そう、サイリウム。確かに長野県ね、あれだね。なんかなんだっけ、ヤシの木、ヨシの木みたいな。一つ目終わった。次は白色のキラキラ。ピンク多くない？ピンクのやつつけたんだもん今。何これ、開かない。開いた。長野けど、長野ね、器用なんですよ。そう、実はね、頭いいから。え、人可愛くない？よし。え、今のところは全然大丈夫。センスいい。今はね。この後どうなるの？マジでやばい。結構飾り付けって重要じゃない？もみぬき、あ、もみぬきか、もみぬきか、何だったか分かんなくなった。でもなんかさ、それじゃないって言われたらさ、全部それなんだけど。ね、手がやばい、めっちゃキラキラ。
ほらピカピカ。橋支え柱。ああ、確かにこれね、あの次のやつで隠す、なんかでかいやつで隠す。やばい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 。支柱、あ、支柱っていうの、支え柱じゃないの。最後の一個、あ、このね、待って、ね、紐ついてない紐ついてないよ。え、待って、めっちゃ床キラキラ。なかった紐だから、これはやめる。なかった、めっちゃ手キラキラ。予備じゃない、予備なんかないでしょ次これ。あ、待って、その前にこれやればいいかな。見て、可愛くない？キャンディーか。クマとリボンある。それは投げて遊びよ、そんなのあんのとこれを、待って、迷う、めっちゃ迷う。リボンをつけたいの、真ん中に。めっちゃ可愛い、ほらキラキラ。ここら辺あ、いい感じ。困ったなあれじゃないですか、熊崎春子さんの。みんな熊らしちゃうぞ、熊らしちゃうぞ、熊。よしよしよし。え、いい感じ。熊ここ、長野県は熊出る。え、あとイノシシとか。ハート、みんなにプレゼント。ハートを皆さんにプレゼント。え、クマさんありがとうございます。待って、なんか変、変じゃないか、ここら辺少ない、こっちか。よし、あ、猿ね、確かに。これいい、後ろに何もつけてないから。キャンディー、キャンディー可愛い。めっちゃ可愛くない、このさ、クリスマスツリー。え、待って、ついてない、ついてないよ。え、なんかここさ、鹿、鹿泳いでんの見た、鹿泳いでんの見たことある。トナカイだっけ、え、違う、トナカイってさ、え、わかんない、どっちか見たことある。熊よけの鈴持ってますか。熊よけの鈴、あ、鈴は、え、なんかここは持ってないけど、なんか学校の人からでした。で、待って、紐入ってない。え、そう、鹿か、なんかトナカイ、痛い、痛い、動いてた。え、トナカイっていないんだっけ、あれ、いないのか。じゃあトナカイ、あ、じゃなくて鹿泳いでたの、見たことある。ここら辺、ここか。あ、え、違う、なんか違う、イノシシ泳いだとこ見たことない、なんか違う。え、違う、え、違う、あ、そっか、トナカイ、あ、そっか、え、
え、長野、え、違う違う違う、長野県じゃなくて、鹿は、トナカイは日本にいないんだっけ。でもさ、なんかトナカイとさ鹿何が違うの、一緒、何が違うの。なんかどんどんさ変になってきたんだけど。え、変じゃないか、別にね、別に今のところこれとこれは紐がいなかった。え、そうなの、その中には鹿より大きいの。こんばんは。こっちはね、変じゃないよ、何それ。トナカイね、なんかさ、トナカイと鹿ってさ、角みたいな一緒じゃん。え、鹿せんべいさあげたの、鹿にめっちゃ怖かった。なんか鹿は襲ってくる、なんかめっちゃ怖かった。追いかけられたもん、もう恐怖でしかなかった。もう死ぬのかと思った。なんかこれ定番のあれじゃない？形。え、そう、襲ってくるの、めっちゃ怖かったもん、超追いかけられた。え、なんかめっちゃ楽しみにしてたの、餌あげるの。めっちゃ楽しみにしてたのに、もう襲ってくるから怖くて。怖かった。とっても怖かった。確かに京都出身だ。ですよね。もうね、なんかスカートとかさ、制服だからさ、スカート噛まれることが出てくんじゃん。もうめっちゃ怖かったもん、こうめっちゃ隠れてた。めっちゃ可愛くない、この形、初めて見た。鹿せんべいってさ、人間でも食べれるんだっけ。なんか鹿は髪まで食べちゃうみたいな。角の長さって何。角じゃない角だ。え、だよね、食べれるよね。キラキラ、めっちゃキラキラ。あ、角だ、角じゃなかった。あ、待って、まだあった、めっちゃ可愛いの、まだあった。え、そう、修学旅行で京都の奈良行ったの。じゃん。え、なんかコロナ流行ってたから、行けるか行けないか分かんなくて、修学旅行にね、どうなっちゃうんだろうって感じだった。え、なんか延期、東京は小学校の時、光るやつは後でつける。え、なんかいっぱいついてるの、見てこれ、流れ星。トナカイの生写真買ってほしい。買ってください。きっと制服の方よりは可愛く写ってる気がする。え、そうなの？いや、確かった。買った。え、そう。行けなかったよね。え、さ、大阪に行きたいんだよね。大阪の、テーマパークも行ってみたいし、あとは、なんか、たこ焼きが食べたくて、どうしても大阪の。ね、そう、そういうふうに言われるの。食べ歩きしたいの。キャンディー、かわいい。え、そう、注文してくれたの、ありがとうございます。キャンディー食べたい。え、そう、なんかトナカイの、え、ありがとうございます、今さん。え、なんかトナカイのトナカイのなんだっけ、生写真の
あれあれあれ、イメージがみたいなやつになってて、なんとなく分かってくれたんじゃないのか。あのモバイルボーダーだっけ、なんだっけ、モバイル、ん、モバメ、モバイルメール、モバメの、あのところにもこういう感じだよって言って送った。なんかここら辺めっちゃ出てた。え、制服のさ、え、大阪では100円めっちゃ少ない、すごい。だってさ、たこ焼きってさ600円ぐらいしなかったっけ。つい注文してしまった、ありがとう。え、ね、待って、まただで、見てない、悲しい。あ、そう、肩刺しね、そうなんですよ。ぜひぜひ買ってください。こんばんは、見てよ。え、予備、そんなことある。え、そうなのかな、調べてみよう。まあいいや、こっちゃんの生写真ならめっちゃ欲しい、買ってください。ぜひぜひぜひ。タコみじん切り、タコみじん切り、そんなことあんの。見て、着てみたい衣装ある。え、もうね、あのね、めっちゃある、めっちゃある、ね、めっちゃあるです。え、でも好きになっちゃったの、めっちゃ着たいめっちゃ着たいですね。え、たこ焼き、確かに確かに、よいしょ、おお、くるくるしていきます。え、なんかさ、やばくねえ、大丈夫これ。え、でもね、こうやって書いてあるの、確かに確かに、こうやってなってるの、ここが自分でやってるわけじゃない。うよし。え、でもまあ可愛い可愛い可愛い、なんか、え、でもなんか変だよね、なんか変だよねまあいいや。え、プレゼント何もらうか決めてない。見て、このをつけたいと思います。え、なんか後に巻くらしい、ちゃんとこれの後ろに巻いてある、センスが出ますまあまあいいんじゃない、センス、もう自分でセンスいいと思ってた今まで。え、やばい。え、多分最初待ったら直されますってこと。あの、このコグが作ったクリスマスツリーを見れるのは皆さん、あの、今だけ今だっけ。あの、お姉ちゃんとママに絶対直されるもん、悲しい。なんかこうやってやるらしい。なんかさ、変じゃない、ここが下手なのこれし、え、これ、え、でも確かに巻いてあるの。え、これさ、なんかへんてこじゃない、やめよ。あるもの、あるもの全部つけるのは良くないのか。え、どうしよう、どうしよう、どの方がいいと思う。なんかこっちにもあるんだけど首に巻こう。見て。見てみて。どう？なんかお金持ちっぽくない？え、どうしようどうしよう。え、待って待って、取れなくなった。あ、待って、やばい、食いしばりそう。痛い痛い。やだ。ちょっと待って、ここは今取るのに必死。あ、取れる取れる、オッケー。
治りました。危ない、めっちゃすごいする。なんかお姉ちゃんに交互にやるんだよって言われたんだけど、交互にやるってどういうこと、交互にやるってどういうこと。あ、結婚してだって、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ午後のクリスマスツリー可愛いって言ってください。あとありがとうございます、こんばんは。ね、交互ってどういうこと、なんかこれと多分これとこれを、でもなんか写真ではめっちゃめっちゃ下の方についてる。どういうこと？え、でもお姉ちゃん来たら映っちゃうよ。そこにいて、そこにいて。うん。これこっち？あ、そう。え、でもこれどっちかよ。多分どっちか。写真どっちかになってる。こっちの方がいい。待って、これ多分白、白、え、でもなんか金の方が可愛くない、うん、あ、銀、だからツリーが終わるとしたら、ちょっと待って今さ、太いリボンこっちについてるじゃん、こうなってんじゃん、こっちにするんだね、逆から巻くってこと。そうそうそう、あー、そういうことね。はーい、足痛い、こうじゃあなんか逆逆、えこっちじゃなくてこっち、こっちの逆逆逆、あ、こういうこと、え、あ、そう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 、こんな妹どうよとか言わないでよ、言わないでよ、みんなこんな妹欲しいでしょ。え、できた、え、なんか変じゃね。まあいいや、できた。あ、みんなお姉ちゃんの声聞こえちゃった。お姉ちゃん行かないでって言わないでよ、なんでなんでなんで、怒るよ怒るよ。お姉さんにプレゼントあげて、なんでこんなに欲しい、欲しいでしょ、でしょ、変じゃん、あ、ほんと、ね、雑って言わないで。え、待って、今気づいた、電池が必要。え、待って、ここ電池持ってた気がする。え、ちょっと待ってて、じゃん、電池、電池をはめていきます。お姉ちゃんは妹、え、ここじゃなくて、え、うお、光り始めた、早い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 よ。え、これさ、はめちゃうともう光っちゃうやつ、もしかして。え、やだ、ね、やだ。あ、止まった。え、ね、 USB だと思ってた、そしたら電池だった。これを巻きつけていきたいと思います。不要品な妹、なんでそういうこと言うの、必要な妹でしょ。え、そう、スイッチのこと、何でだろう。これを
巻き巻きしていきます。待って、これ海外製なのかな、何もわかんない。ここ待って、これでもさ、こうやってさ巻かないとダメだよね。でもここって意外としっかりしてるんだよ、意外としっかりしてるんだよ。かけらのこと起こしてね、ここね朝起きれないんだけど、ちゃんとあの起きるの。よいしょ、やだで引っかかった、やだよ。よいしょ、え、ね、待って、ね、どうなってたカメラ、恥ずかしい恥ずかしい、ねカメラさん、カメラさん、おじね待って、やだね、どうすればいい、どうすればいい、これえ、どういうさ、どう、いつ倒れたのこれ、待って、めっちゃ目痛い、なったで、やだもう、やだよね、やだ、どうすればいいの、え、マジでやだ、恥ずかしいじゃん、買ってきた今、うん、だからにねえやだ、しかもなんか9時28分だしもうね、ねねえもうやだよ、助けて、ねえここやばいね、ねそうなんか高く映せるために買ったの、なのになんかよいしょ、なんかネジみたいな、え、全然見ていいものなんだけどさ、え、これさやばくない、やばいね、ピースすな、そう答えしたいのね、やだ、お姉ちゃん待ってて、これ携帯マカロニどころじゃなくなったここ持ってて、ここ待って、ここ持ってて、そこそこ持っててね、で、よいしょ、これでした、やばい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 、お姉ちゃん映るよ、後ろ行ったら映るよいしょ、で、いいよ、これで取って、手取って、うん、はい、よいしょ、なんか絶対これ壊れた、うん、壊れてる、え、だよね、あ、これじゃない、いや、そこはハマってんの、これじゃない、あ、これ
これだこれ。え、それ、うん、これこれ。オッケーオッケー、いい感じいい感じ。これじゃない？いい感じ。いい感じ。待って、多分多分一回手を取ってみて。待ってダメ。え、待ってダメ。待ってもっともっと。よいしょ。あ、来た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 。あ、あ、音が。完全。よかった。でもこれで、あ、これで違う、頂上を映さなきゃいけないの。頂上を映さなきゃいけないの。あ、頂上じゃない、天井。あ、じゃあ天、頂上。これ持ってて、ちょっともう一回持ってて、もう一回持ってて。はいはい、上まで行きたいの。いくよ。はい。あ、お、見ちゃった。もう30分。やばいやばいやばい。よいしょ、OK？ いいよ。うん。撮ってみて、撮って。やって。あ、やばいかも。また不安定。やばい。これか。あ、やめとこ？やっぱやめとこ。いいよ、持ってるからさ、やるの。じゃ天井だけちゃんと持っててね。なんか椅子欲しい。天井をつけます。あ、全然見えてない。あ、めっちゃ膝痛い。え、こう膝に穴開いた。膝に穴開いた。え、どういうこと？え、ね、こう。あ、いいよ。え、持つ上じゃない？ちょっと待って、そのまま持ってて。はい、大丈夫。よし、できた。なんか浮いてるけど。え、なんかちょっと固まった。痛い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 。膝痛い。膝に穴開いた。え、ね、もっとまっすぐやって。あ、あ、いい感じ。できた。え、なんかキラキラついたんだ。これで下げるも危ない。よいしょ。え、これ硬っ。危ない。待って、危ない危ない。オッケーオッケー、いいよ、うん、はい。ちょっと壊れた、壊れた、ね、絶対壊れた。あ、いいよ。ダメダメダメ、やばい。なんか緩んでんだけど。いいよ、ちょっと話してみて。せーの。あ、ここじゃ、ここで、ここ。え、これだよ、これ。あ、え、待って、映るの。これだこれ。あ、これじゃん。やばいよ、33分なんだけど。ね、やばいんだけど。え、いいんじゃない？あ、来た。来た。ありがとう。いいよ。バイバイ。バイバイ。泣いた。かおちゃん大好きで。お姉ちゃんからの伝言。伝言？かほちゃん大好きだって。だってお姉ちゃん犬のおもちゃ踏んだ今。いつお姉ちゃん13期入んないって誘っといた。そう、佐藤かほさんってことで、じゃーん、マカロニの、今マカロニ買ってきたらしい。マカロニのかデザイン、あ、デザインじゃない、あの、あれ、ほら、マカロニ。なんかめっちゃ変なんだけど。オッケー。で、え、待って、ペンチなくなった。あった。ここはこれを、待って、ここでもこれ迷子になる、こける。ついた。ね、見せて。消します電気。え、ここめっちゃ心霊現象じゃない？ここの顔絶対。そのマクロニ。でもなんかめっちゃ膝の穴痛い。膝の穴って何？膝、膝痛い。膝に穴できた。え、なんか膝に穴できない。あ、スクショタイムしよう。せーの。マカロニー、あ、マカロニじゃない、マカロン。マカロン。
スタイム。なんか前髪変なんだけど。膝に穴開くよ。取れた？そう、マカロニになったんだけど、マカロンです。そうです、マカロンです。取れましたか？ということで今日はめっちゃ事故起こった。一回電気消します。めっちゃ足痛い。立てたやばい、膝に穴開いた。よいしょ。ねえ待って、えやば、顔ちょっと映らないとこ。これで登場しよう。なんかさ、やばいんだけど顔。背中だけにしよう。イエーイ。え、光ってんの？やめた？やめてなかった。ね、ホラーじゃん、やめよう。ホラーすぎない？ホラーすぎる。待って、あ、そう、このライトを消さなきゃいけない。え。いいんで、ねえ、やば、真っ暗やん。ねえ怖い、無理、コブがいられない、ここに。いい、電気つけていきたいと思いますね。ちょっとお待ち。ほら。ほらって言わないでも。よいしょ。おお、痛い、膝が痛いってことで、ここは座る、一旦。布団で、カーテン動いてないからね。やだよ、変なこと言わないでね。なんかこうさ、なんか顔をさ洗うときにめっちゃ後ろに誰かいるんじゃないかってめっちゃ思っちゃう。あの、完成です、おめでとうございます。完成しました、無事完成、イエーイ。完成したよ。え、結構さ、うまくいったよ。全然パンケーキとかよりもいい感じ。いい感じです。ねえ、お姉ちゃんに手伝ってもらっちゃった。でもお姉ちゃんに手伝ってもらわないとここできない。じゃあ前髪もう一回直させて。やばい、よいしょ。マカロンとマカロニ、どうする？こう違うな。こうが頭にマカロニを、あ、こう違うな。マカロンとマカロニ。うん、めっちゃいい感じ。どうこのつけ方。え、ネックレスにね、できなかったの。マカロニイヤリング。
この後美味しくいただきます。パク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 ありがとうございます。ね、16、17、えいただきますって言ったらお姉ちゃんが、お姉ちゃんのマカロンだから食べないでくださいって言われました。ここのマカロンじゃないの。ありがとうペンライト、ありがとうございます。ね、色紙覚えといてね。いい、そのマカロン食べたらいいですよ。パックンチョありがとう。ハート、こっちはマカロン、そうだね、ココはマカロンに食べます。これマカロンに食べます。お姉ちゃんはマカロン、ココのマカロンが食べていい、食べていい。ありがとうハート、ありがとうございます。え、そマカロン回収されんの、こ悲しい、悔しい、悔しいよマカロン買ったけどマカロン食べたい、めっちゃマカロン食べたい。とじゃあ説明しよう、もう一回。これ色紙ここら辺に、あの3、あの上位3人の人、なんか累計ランキングだっけ、じゃあ集計、違う、オートメント、オートメントの3位上位3位のこうやって1、2、3っていう感じで、あのここに穴開けて、あのリボンとかつけて飾ります。16か17日の予定です。でとここにあのそのオーナメントの順位の上位3位のあのアバターを書いて、ここにじ、あ3位までの方の貼りたいと思います。アバターと名前なので皆さんと一緒に楽しみましょう。累計ランキング3位まで、そう、え、そう、事務所に確認した方がいいの、そういうの。そう、クリスマスまで飾ります。はい、でもなんか書くのはいいんでしょ。いい、12月の25まで。グー、ありがとう、キラキラ、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。最後にマカロニつけとこ、ちゃんとめっちゃ目乾燥した。確認は大事で、まあ確かにね。え、わかんない。なんかわかんない。仲間に作ったドスコイ T シャツ配った。え、ありがとうございます。書けないアバターはあると思う。え、そうなの？そうなの？なんかアバターと、アバターと、なんか、名前を書くのはいいらしいよ。なんか自分の名前を言うのはなんかダメみたいな。え、そう、マカロンにリボンついてんの、リボンにマカロンに通してみたいな。ありがとうございます。かけないアバターで攻撃されたら終わる、攻撃。明日マカロニグラタン作ろうかな。いいじゃん。おやすみメールが、あ、ちゃんと送りますけど50分になったら終わります。メール届きます、ちゃんとメール届きます。結婚してた、いい、お断っとく。トナカイツンツン、
ありがとう、キラキラ、ありがとうございます。めっちゃ目痛い。そう、配信50分までしたお休みメール書いて、送ります。ワイリーシャイシしてマカロニは、え、なんかさ、365日だっけ。いや、やるとアバター、え、365日やらないとアバター作れないの、自分の、自分の。あ、ちゃんと目薬さしますね、こんばんは。365日やらないと、なんかさ、アバターさ、結構先輩方あるじゃないですか。それってさ、毎日配信しないとできないの？それともなんかあるの？なんか他の方法というか。そこ、それ気になってたんだ、気になってたの。いて、なんかさ、レッスンの日とかで、なんかさ、ショールームってさ、5時からなんだっけ、しかできないじゃないですか。大学生はできるけどみたいな、大学生はいいけど高校生とかは5時からしかやっちゃいけないみたいな。で、ここ長野から移動して名古屋まで行ってるから、毎日配信ができないんですよ。帰る時も早く帰らないといけないからできないんですよ。毎日はちょっとね。え、そうなの？イベント？そんなのあるの？そうなのか。ね、マカロニアバターいいね。で、ここのさ、目玉とさ、口だけつけようかな、マカロニに。え、そう、15分すればいいんだけどね。こんばんは。これも先輩の、そうだよね、石塚みずきさんき。そう、え、クリスマスね。そうだね、そうなんですよ。で、電車内がうまい、めっちゃ迷惑。学校あるんですよ、学校。ディディディ、ちょっと待っててください。毎日配信はね、そういう子あるからね、なかなか難しいんですよ。いい、全然学校は全然ゲーム系がないですよ。星ありがとう。あと2分、あと2分。ちょっと待っててね、来年かな、来年かな。次可愛いでしょ。今日はその方のせい、あ、誕生日なんでしょう。ありがとう、バラ、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。マカロニ、おはようメールが来ないと起きないぞって。おはようメールも、まあ、起きる、叩き起こしますね、明日も。ツイートしてありがとうございます。ありがとう。でしょ、いい感じでしょ、これ。忙しくてたまにしかできない、毎回おもろい、おもろかわいい、ありがとうございます、ありがとうございます。次は何があるでしょう、あるでしょう。あ、スクショタイムですよ、最後。マッコ、マカロン、マカロンも大事。マカロニが、あ、50分になっちゃった。バイバーイ。え、目覚まし時計欲しい、ココの、ココの声の目覚まし時計。バイバーイ、すみなさい、メール送るね、バイバーイ、おやすみ、バイバーイ、切るね、バイバイ。